ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近、越谷レイクタウンにクレヨンしんちゃんショップができて、クレヨンしんちゃんの世界観が忠実に再現されていて感動しちゃったわ。いつになってもクレヨンしんちゃんは人気だな。映画も29年間続いているのにマンネリ化しないものね。そうだな、クレヨンしんちゃんの映画は毎回テーマやジャンルが大きく変わっていくから飽きることなく楽しめるんだぜ。たくさん作品はあるけど、どの映画がおすすめなの？じゃあ、今回はクレヨンしんちゃんの映画5選を紹介していくぜ。では早速、ゆっくりしていってね。1、嵐を呼ぶ夕日の春日部ボーイズ。まず最初に紹介するのは、2004年に公開された、嵐を呼ぶ夕日の春日部ボーイズだぜ。その作品は、どんな作品なの？この作品は、風刺やパロディが多いシリーズの中で、初めて西部劇をテーマにした作品なんだ。カウボーイね、楽しそうな作品だわ。コメディ要素の強いクレヨンしんちゃんだけど、この物語にはシリアスもふんだんに盛り込まれた作品なんだぜ。しかも、シリーズ初の春日部防衛隊が主要になっているんだ。春日部の愛と平和を守る組織ね。今までの劇場版でよくテーマになっていた、野原家の家族の団結よりも、春日部防衛隊5人の友情の団結に焦点を当てて作られているんだぞ。5人の活躍がたくさん見れるのはグッドポイントだわ。さらに、クレヨンしんちゃんの映画では珍しい、しんのすけの本気の恋を書いた切ないラブストーリーにもなっているぜ。しんちゃんの真面目な恋っていつものクレヨンしんちゃんを見る、気持ちとは違った感じで見れるかもしれないわね。つばきという、14歳くらいの控えめで礼儀正しく清楚な性格の子に、恋をするしんのすけ、そのことの約束、泣けるぜ。何その言い方、めちゃくちゃ気になるじゃない。気になる人はぜひ見てほしいぜ。気になりすぎて、絶対見るわ。普段のクレヨンしんちゃんとは一風変わった感じの物語を感じれるから、新鮮な気持ちで楽しむことができるんだぜ。しんのすけのラブストーリーをハンカチを用意してみてくれ。2、爆睡夢ミーワールド大突撃。次の作品を早く紹介して。落ち着け霊夢。次に紹介するのは2016年公開の、爆睡夢ミーワールド大突撃だぜ。この作品はどんな感じの作品なの？この作品は、映画シリーズで初めて夢を舞台にしているんだ。春日部市民たちは、巨大な魚に飲み込まれる夢を見たきっかけに、次第に悪夢にうなされていくんだぜ。それをしんのすけが救うストーリーね。そうだぜ。ちなみに爆睡夢ミーワールド大突撃は、小説家としても活躍するお笑い芸人の劇団ひとりさんが、アニメの脚本に初挑戦したことでも話題になったんだぜ。お笑い芸人の脚本って言うとなんだか面白そうだわ。劇団ひとりさんが夢をテーマにした理由は、自分は昔から夢に興味があり、その不思議な魅力に迫りたい、ということらしいぜ。夢を舞台にっていう奇抜なアイデア思いつくのはさすが芸人って感じね。確かにそうだな。クレヨンしんちゃんの内容としても充実したもので、春日部防衛隊と野原家の両方が活躍するストーリー構成となっているんだ。クレヨンしんちゃんのいいとこ取りな作品になっていそうだわ。夢っていうテーマをプラスして、母親の深い愛情が全体を通して描かれているんだぜ。子育て世代の親御さんにもぜひ見てもらいたい作品ね。子供を愛する母親たちの気持ちを代弁した、ミサエも言葉には、めちゃくちゃ感動するぜ。ああ、また気になってきちゃうわ。それと、野原家や春日部防衛隊のメンバーが思い描く、理想の自分と夢の数々も見どころになっているぞ。みんながどんな夢を見るのか注目ね。ガチンコ、逆襲のロボ父ちゃん。お次に紹介するのは2014年公開の、ガチンコ逆襲のロボ父ちゃんだぜ。父ちゃん、お父さんがメインなのかしら。お、勘がいいな。このガチンコ逆襲のロボ父ちゃんは、シリーズとしては初めて野原しんのすけの父、野原ひろしをメインとした物語なんだぜ。絶対しんのすけがメインになるわけじゃないのね。いろいろなところに焦点を当てるのがクレヨンしんちゃんの、映画の良いところでもあるんだぞ。この作品は第18回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞の、受賞作品でもあるんだぜ。クレヨンしんちゃんの映画が賞を取ってたのね。そもそも、文化庁メディア芸術祭って何？文化庁メディア芸術祭は、アート、エンターテイメント、アニメーション、漫画の4部門において、優れた作品を表彰するフェスティバルなんだ。このフェスティバルで高い芸術性と創造性を持つ優れたメディア芸術作品が決まるんだぞ。そんな賞を取るって、芸術的にもクレヨンしんちゃんの映画は優れているのね。そんな芸術的な映画のキャッチコピーは、しんちゃん映画史上、最も熱い親父の戦い。全国のお父さん、そして家族が涙する。というもので、ひろしが中心の物語になっているぜ。最初に言っていた通りね。この作品を見ると、お父さんに感謝しようと思う作品で、家族を持つ世のお父さんにも、
ぜひ見てほしい作品になっているぜ。夏休みに、家族で一緒に見ると絆も深まりそうだわ。映画には、ロボットをテーマにしているということで、パシフィックリムやターミネーターなどの、ロボットに関する看板や小道具が多く出てきているんだ。映画を見ながら、どこに出てくるか探してみるわ。嵐を呼ぶ、猛烈大人帝国の逆襲。お次に紹介するのは2001年に公開された、嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲だぜ。20年くらい前の作品ね。この作品は、過去と未来の交錯が書かれた作品で、高度経済成長期を思い出すようなコンテンツやギミックが多用されていたんだ。なかなか大人でも楽しめそうな題材だわ。いや、それがクレヨンしんちゃんの本来の視聴者層である子供ではなく、子供の親向けのような作品になってしまうことが、お偉いさんや出資者などにとってはクレヨンしんちゃんじゃなくなる。ということで、不満の声が多数挙げられたそうなんだぜ。そんな裏話があったのね。それで、結果評判はどうなったの？それが一転して、この作品は映画シリーズの中でも頭一つ抜けた圧倒的な人気があり、未だファンの間ではクレヨンしんちゃんの最高傑作、の呼び声も高いんだぞ。お偉いさんや出資者の期待をいい意味で裏切ったわね。映画の内容で東京タワーに登るシーンがあるんだが、野原家で東京タワーに登り、敵と戦って上を目指すんだが、最後しんのすけが一人で頂上を目指すことになって、何度も転んで、鼻血を流して、ボロボロになりながら、階段を登る姿は本当に胸にくるものがあるぜ。頑張るしんのすけの姿はいつ見ても泣けるわよ。この作品は、家族の絆が見れる作品で、クレヨンしんちゃんの映画といったらこれ、って出てくるような作品だから、クレヨンしんちゃんの映画を見たことのない人に、ぜひ一度見てほしい作品でもあるな。クレヨンしんちゃん好きの私も絶対に見たい映画の一つだわ。しんのすけ役の声優の方も、劇場版の中で一番好きと公言しているくらいだから、本当に必見の作品であることは間違いないぜ。嵐を呼ぶ、あっぱれ戦国大合戦。最後に紹介するのは、嵐を呼ぶあっぱれ戦国大合戦だぜ。この作品はどんな作品なの？まず、この作品はさっき紹介した、嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲の自作なんだ。クレヨンしんちゃんの映画で最高傑作って言われる作品の次ってどうなの？高評価のプレッシャーで制作も大変だったんじゃ。それが、この作品も前作に続いて大人気の作品になったんだぜ。しんのすけ役の声優の方も、さっきの作品と嵐を呼ぶあっぱれ戦国大合戦を、この2作を超えるクレヨンしんちゃんの映画は出てこないんじゃないかと、思ってしまうほど大好きな作品だと話しているくらい良い作品なんだぞ。しんのすけが面白いって言うなら間違いないわね。作品の物語は、タイムスリップした野原家が戦国時代で活躍するというもので、クレヨンしんちゃん特有のギャグとシリアスがものすごく調和した。これぞクレヨンしんちゃんという名作になったんだ。クレヨンしんちゃんの映画を見るならさっきの作品とこの作品かもしれないわね。しかも、本来子供向けのアニメーション映画ではあるものの、戦場での戦いも、単なるチャンバラではなく、限りなく本物を忠実に再現した、リアルな描写になっていて、他にも戦国時代の風景や生活が丁寧で詳細に書かれているんだ。そんなにすごい描写なの？作家の鈴木喜一郎氏は、戦国時代の合戦シーンとして、動画の映像資料として最も正確なものと述べていて、3番目に紹介した、ガチンコ逆襲のロボ父ちゃんの脚本を務めた劇作家の、中島和樹氏も実際の時代劇ではお金がかかるからという理由で飛ばされる、合戦前の段取りとして段ボーカルという場面も丁寧に書かれていてすごいと思った、と話していたんだぞ。有識者の人が見てもすごい描写になった作品なのね。それだけじゃなくて、ラストシーンも涙なくしては、見られない記憶に残るようなエンドなんだ。隙がないような素晴らしい作品ってことがめちゃくちゃ伝わるわ。今回は5つの作品を紹介したけど、本当にどの作品もめちゃくちゃ良いから見てほしいぜ。クレヨンしんちゃんの映画シリーズといえば、本当に笑いあり涙ありがぴったりなアニメーション映画だと思うし、親子が一緒に楽しめる映画だと思うから家族で一緒に見るのもいいと思うわ。そうだな。クレヨンしんちゃんの映画はおすすめばかりだから、今回紹介しなかった作品もぜひチェックしてみてほしいぜ。視聴者のみんなも、クレヨンしんちゃんで好きな作品があったらコメントお願いします。というわけで今回はここまで。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。